ベスビオさんは、イタリアカンパニア州にある火山。ナポリから東へ、約9キロメートルのナポリ湾岸にある。現在は噴火していないが、監視体制が敷かれている。日本では、ベスビオさん、ベスビオス火山、ベスビオス火山とも呼ばれることがある。競技のベスビオさんは、ソンマ山と呼ばれる、外輪山が取り巻いた、標高1281メートルの複合清掃火山。 英語からベスビアス、ラテン語からウェソウィウス、ベスビウスとも呼ばれる。イタリア語の発音をカタカナ表記すると、ベズービオとなる。ローマ人にとっては、紀元前73年に検討しスパルタクスが仲間と共に立てこもった山として記憶されていた。ベスビオ火山は、約3.9万年前に発生したカンピフレグレーのカンパニアンイグニンブライト後に活動を開始し、 約2.2万年前までに標高1900メートルほどの円錐形の飛散体が形成された。この飛散体はソンマ山と呼ばれる。現在山体北側に見られる。ガイリン山はこの時代のものでソンマカルデラとも呼ばれる。約2.2万年前のバージョル軽石ルを噴出したプリニー式噴火によってソンマ山体西側にカルデラが形成された。以後形成された。 被山体を、ベズビオ山という。その後、1.9万年前に、純プリニー式、9700年前、4300年前に、プリニー式のベマイナス5の噴火が発生し、カルデラはさらに拡大した。また、4300年前の噴火以降ブルカの、式噴火やストロンボリ式噴火の頻度が増加した。西暦79年のプリニー式噴火で、カルデラ内に、 現在の山頂にあたる中央河口球が形成され、現在見られるベズビオ山の外観のおよそが完成した。紀元前217年にも大規模な噴火を起こしている。紀元62年2月5日にポンペイ地震と呼ばれる大地震があり、付近の町に大損害を与えた。それ以後美地震が続いた。皇帝ネロは復興に国を挙げて取り組み、 純ローマ風の街として再建した。西暦79年のベスビオ噴火が有名であり、この時の火災流で、ポンペイ氏を土石流で、ヘルクラネウムを埋没させた。この噴火について、学者大プリニウスが死んだ日の様子を、老いの小プリニウスが、友人タキトゥスに語った書簡がその書簡集に含まれており、その詳細な描写から、 ベスビオさんのように大量の軽石や火山灰を高く吹き上げる大規模な噴火をプリニー式噴火と呼ぶようになった。以降数十回の噴火を繰り返している。なお、79年の噴火はショープリニウスの所管から8月24日に発生したと長年信じられてきたが、2018年にポンペイ遺跡の第五核と呼ばれる 区画の発掘調査で発見された館の壁に書かれた文章から実際は10月頃に噴火した可能性が出ている。以降の記録では432年にもベマイナス5のジュンプリニー式噴火があり、また1631年12月16日には432年と、ほぼ同規模のベマイナス5の噴火が発生し、約3000人が死亡した。 また1822年には噴煙を1 4トル吹き上げている。1906年4月7日にも噴火を起こしており、荒廃などにより約300人の死者を出している。この噴火はイタリアの経済を圧迫し、1908年のオリンピックの開催地をローマからロンドンに変更させる要因にもなった。 最も新しい噴火は1944年3月22日のものでサンセバスティアーノ村を埋没させた。その後、ベスビオさんは噴火していない。1880年には山麓から河口まで登山電車のベズビアナ工作船が開通した。これを記念して作られた歌がフニクリフニクラである。この登山電車は前述の1944年の 噴火で破壊された。その後、ケーブルカーはリフトに変わったが、多数の観光客に対応するため道路が整備され、リフトは1984年に廃止された。国立公園になっており、下公園には遊歩道がある。駐車場から頂上まで往復2時間かかる。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます1944年のベスビオ噴火に関するカテゴリ ありがとうございます。